カナディアンナショナル鉄道はカナダの貨物鉄道会社である。本社はケベック州モントリオールにある。アメリカ鉄道協会の報告記号は CN、サナ、クニス。その名の通りかつては国有鉄道であった。CN は収入、経営規模ともにカナダ国内最大の鉄道会社でカナダで唯一の大陸横断鉄道である。その路線は 大西洋に面したノバスコシア州から太平洋に面したブリティッシュコロンビア州へ、また五大湖からアメリカ中央部をミシシッピ川に沿って南下しメキシコ湾に達している。鉄道組織の形成に関わるものを中心に記す。CN の前身はカナダ国有鉄道である。CNR は1918年から1923年にかけて いくつかの破綻した鉄道を、次々と、連邦政府が保有して成立した鉄道である。1995年に民営化されて、カナディアンナショナル鉄道となった。以後10年間、CN は、アメリカのイリノイセントラル鉄道や、ウィスコンシンセントラル鉄道等を買収し、アメリカ国内へと路線を延長した。現在は、貨物専用鉄道であるが、 1978年までは旅客営業も行っていた。現在、旅客営業はビア鉄道が担っている。鉄道の破綻による公共交通体系の喪失に危機感を募らせた市民の意識を背景にして、1918年9月6日、政府は破綻寸前のカナディアン農山鉄道の所有権の大部分を取得し、 会社を監視する経営委員会を任命した。同時に、クラーは、カナダ政府鉄道、カナダインターコロニアル鉄道、ナショナルトランスコンチネンタル鉄道、プリンス、エドワードアイランド鉄道等の運営を統合、するよう指示された。同年12月20日、多数の鉄道会社にシンプルに出資し、運営するための手段として、女王陛下の諮問機関を通じて、連邦政府は、 カナダ国有鉄道を組織した。IRC をも合併したことは、CNR のスローガン、人民のための鉄道にぴったりであった。また、1919年3月7日には、グランドトランク太平洋鉄道はその親会社の、グランドトランク鉄道による、連邦政府への建設再返済ができなくなり、財政危機に陥っていた。連邦政府の鉄道運河省が、 翌年6月12日まで運営し、CNR に統合した。最終的に破綻した GTR は1920年3月21日に、経営委員会の監督下に置かれた。一方、経営陣と国有化に反対する株主は、法的措置を講じた。調停から数年後、1923年1月30日。 GTR は CNR に買収された。その後、いくつかの規模の小さな独立系鉄道が破綻するたびに CNR が参加に収めていった。CNR は第一次世界大戦時ということと国内的な緊急性によって誕生した。個人が自動車を所有し、税により、 高速道路が整備されるようになるまで、長年にわたって鉄道は長距離交通手段の唯一のものであった。そのため、鉄道に関するニュースは、人々や行政の字幕を大いに集めた。多くの国が、鉄道も重要なインフラストラクチャーだと考え、第一次世界大戦の脅威が続く中で、他国同様、カナダは鉄道を国有化をしたのである。 20世紀初頭、多くの国の政府はその国の経済に干渉を強めていった。ジョン・メーナード・ケインズのような経済学者の影響である。この土地政策と結びついた政策潮流は企業の国有化を促した。1919年のウィニペグゼネラルストライキ、ロシア革命はこの政策を有用なものと見せた。市民の不安が高まり、 外国からの軍事干渉があるような時期において、鉄道事業の必要性は非常に高かった。1923年、初代社長のサーヘンリー・ソーントンは CNR ラジオ局を設置した。乗車中の娯楽として、またライバルであるカナダ太平洋鉄道に対するアドバンテージとして、ラジオが受信できるようにした。国中にラジオ放送局のネットワークができ、これは 北米における初のラジオ放送網となった。駅に近寄った人だけでなく、列車からかなり離れた場所でも聞くことができた。CPR はこれを不公平だと抗議し、自社の企業弁護士をしていた男を通じて正解から圧力をかけ、1931年、列車でのラジオサービスを中止に追い込んだ。1933年には、ラジオ事業から一切手を引いた。 政府には英国放送協会のような公共放送をせよと迫ってもいた。CNR ラジオの株は5万ドルで新たな公共放送カナディアンラジオ放送コミッションに売却され3年後にはカナダ放送協会となった。19世紀後半、鉄道会社は各地でリゾートホテルを展開した。建前では長距離を鉄道で旅行する乗客が宿泊するための ものであったやがてホテルそのものが魅力を持つようになり、ホテル自体が旅行の目的となった。各鉄道会社は自社がより魅力的になるには、他社より魅力的かつ豪華なホテルを作ればいいと考えた。カナディアンナショナルホテルは CNR のホテルチェーンであり、CNR とは不可分のものであった。その最大のライバルはカナディアンパシフィックホテルであった。 5115号機蒸気機,機関車カナダにおける鉄道の政治的、経済的重要性に構わずに言えば、カナダ政府が CNR をカナダ国王の所有として1918年から1995年の民営化まで維持するための政策に対しては、数多くの批判があった。最も痛烈な批判のいくつかは、商業的に成功した CPR から発せられた。 CPR が支払った税金を CPR の競合会社の資金とすべきではないというものである。また、1885年から20世紀に突入する頃にクナーがプレーリーで鉄道の営業を開始するまで CPR が不動産売買において独占的地位を占めていたのと同じように CPR は土地の価値や 埋蔵資源などの計り知れないほどの資産の受給者であり、政府の子であるから、CPR は、この批判をする余裕があるとする意見もある。結果的に、CPR は、人口の多い南部プレーリーで路線を展開した。一方、CNR の合併システムは、カナダ西部、オンタリオ州北部、ケベック州、経済的に落ち込んでいる。 マリタイム地域などの遠方かつ未開発地域における事実上の植民地鉄道であった。CNR は破綻した鉄道の寄せ集めであるので最初から営業的に不利であった。しかも大都市間や工業地帯を最短距離で結んでいるわけでもないので成長の可能性もない。今日、CN は産業や交通の要所から遠く離れたところに 多くの支局を持っているのはそのためである。例外は、モントリオールとシカゴの間を結ぶ、旧グランドトランク鉄道の路線だけである。また、CNR は、アトランティックカナダにおけるフェリー事業獲得や、ノーザンアルバータ鉄道を買収、運営する際に、CPR とパートナーシップを組むなどの連邦政府の政策にとって便利な道具でもあった。フェリー事業の請負は、後に、 カナダ連邦に加盟する狂気のニューファンドランド鉄道の受け負いも伴った。政府が CNR に命じる商業施策は国民の利益を図るものであり、かつ政権与党を利するものでもあることは周知されている。CNR の鉄道網が埋蔵資源の豊富な内陸部に達した第2次。 世界大戦中とカナダの鉄道産業の自由化による1980年代と1990年代初頭を除き、CNR は長年にわたり膨大な損失を計上している。例えば、CNR が機関車を購入するときには不公平にならないように、カナダの各鉄道車両メーカーから購入する必要があり、 多種多様な車両が混在することになって運用効率が悪くなる面もある。欧米での車両開発は車両メーカー主導であり民営鉄道会社は特定のメーカーから同一形式を大量に導入するのが普通である。日本国有鉄道のように各メーカーが同じ形式を製造するわけではない。また CNR は国有の鉄道として鉄道の保安システムや 輸送計画に対する調査と開発、労働組合との関係などにおいて、鉄道事業の牽引役とみなされていた。経済的な面では、モータリゼーションが普及する以前は、CNR は、特に、カナダ中心部で CPR と競合関係にあった。GTR から引き継いだモントリオール・シカゴの路線は、CPR の同区間の路線と違って、両都市をダイレクトで結び、 多くの列車を走らせることができた。CNR のもう一つの問題は、採算の取れない支線を多数運営していたことである。鉄道事業における路線の廃止、または譲渡の自由化がなければ、あるいは、採算の取れる運賃を設定できなければ、CNR も CPR もこれらの路線のために、莫大な損失を支払わなければならない。CNR が出した案は、 デマーケティングという手段で、ごく少数の顧客のためのサービスとしては十分な、程度のサービスに抑えることで、顧客は便利でローコストのトラック輸送に転換していく、ことを期待するものである。視線に顧客がいなくなったら、連邦政府は、路線の廃止を許可する。かつて数十年前にも自由化はあった。当時、多数の視線は成長の可能性があると考えられて、おり 高速道路に出資している納税者が節税するために、鉄道建設に出資していた。1978年に、資本修正するまで、1918年の CNR 設立当時から、CNR は赤字を計上し、連邦政府はそれを国家予算に計上していた。CNR の持つ、様々な社会的、経済的な面を捉えた結果、数十年にわたり、 数十億ドルの助成金を与えてきた。1978年の資本修正へと管理方法の変更に続き、CN は自らの負債を自ら抱えることで資産の減価消却を許し、資本増強のために金融市場に接近するという手法を進め、より効果的な運営をスタートした。そして利益の出る国有の会社となり、 1992年までの15年間のうち11年間、CN は黒字を計上し、計3億7100万ドルの配当を政府にもたらした。CN が利益を計上するようになったのは、1977年に非中核事業たり得ない部分からの撤退を始めてからである。同年、当時 CN の子会社であったエアカナダを別の国有会社として改祖し、 フェリー部門をやはり別の国有会社 CN マリンに改装して切り離した。鉄道事業での旅客部門はビア CN という名称の下でひとまとめにした。翌1978年、連邦政府はビア鉄道設立を決め CN と CPR が提供していた旅客輸送を継承することとした。CN の機関列車である大陸横断列車。 スーパーコンチネンタルと東部で運行されていたオーシャンもビア鉄道へと移管された。さらに CN はニューファンドランドでの赤字事業を子会社化しテラトランスポートとしたためこれに対する連邦政府の助成金は会社の事業報告書上にも明らかになった。結局テラトランスポートは1988年に廃止された。 1970年代から80年代にかけて、トラック輸送の子会社、前節で述べたホテル事業、不動産、電気通信といった、鉄道以外の事業も切り離している。CN と CP が共同で設立したカナダ最大の電気通信事業会社、CNCP コミュニケーションズは、それぞれの電報サービス提供のためのものであったが、後に、 資本関係の変化により、ブランドが、ユニテル、さらに AT&T カナダとオールストリームとなった。また、CN がトロントに建てた当時世界一の自立式建造物で、高さが553.33メートルある、電波塔 CN タワーは、こちらは、現在もその名称を名乗ってはいるが、1995年に、連邦政府の不動産所有会社、 カナダランズ社に譲渡されている。こうした事業譲渡による収益は CN が抱えていた負債の返済に充てられた。子会社の売却時、資本変更に先立ち CN の財政的問題を解決するためとしてすべての子会社は助成金を必要とした。CN はまた鉄道路線の縮小も果たした。1970年代の鉄道事業の自由化に当たり、 連邦政府から経営の自由を与えられていたのである。同様のことは、1987年にもあり、各鉄道会社が不採算路線からの撤退を決断した。CN のケースでは、いくつかの視線は一旦政府の庇護下に置き、その他の1920年代から1930年代にかけて、網の目のように不設されたような視線はもはや地方、交通網としては、 廃れたたものとしたその結果、1970年代から1990年代初頭までの間に数千キロメートルの鉄道路線が廃止された。その中には、一つの完全な狂気鉄道網であった、ニューファンドランド等のテラトランスポートや、プリンスエドワードアイランドの路線をはじめ、各地の支線も含まれていた。実質的には、CN の地方路線に対する施策は、 CN 及び連邦政府への恨みを生じさせた。現在廃止された多くの路線の鉄道付設権は CN と連邦政府が所有し地方自治体や州政府によって廃線跡として整備された。1980年代後半の CN の鉄道網は下記のアメリカでの子会社と合わせて成り立っていた。アメリカ国内の子会社は そのあくまでアメリカの鉄道会社であった。というのも、厳密には、アメリカ国内では、外国の政府が鉄道を持つことは許されていなかった。ため、CN が、アメリカ国内に路線を持つことは、不可能なのである。しかし、他の鉄道の子会社である鉄道であれば、他の鉄道の所有者が、外国の政府であろうとなかろうと、鉄道を運営できたのである。 1992年、連邦政府外の人物であるポール・テリエが CN の社長兼 CEO に就任し、マイケル・サビアが副社長兼 CFO に就任し、彼らが率いる新しいマネジメントチームによる生産性向上のための CN 民営化の準備がスタートした。大規模な解雇での労働力の削減や、支線の廃止や売却などにより CN の肥大した。 非効率的な経営の構造を大胆に削減することに成功した。1993年と1994年、CN、GTW、DWP を合わせて CN ノースアメリカと呼ぶことにしてブランドの統一を図った。その間、CPR と CN は経営統合の可能性の交渉に入っていた。後日、それは CPR が CN の持つオハイオから、ノバスコシアの路線すべてを購入すると申し出たことにより、カナダ連邦政府によって拒否された。一方、アメリカの鉄道のどこかが、CN の持つカナダ西部の路線を購入するという話もあったが、どちらもカナダ政府により拒否された。1995年、アメリカでの子会社も含めて、CN の名称に復帰した。 1995年6月13日に CN 民営化法が制定され、連邦政府は11月28日までに株式公開を果たし、政府が保有していた株をすべて投資家に売却した。この法律には下記の2点が定められた。株式公開の成功に続き、CN は積極的な合理化を進め、少年期の新型機関車の購入をするなどの 方策により最高の株価を記録した。カナダ全土にある多くの支線が1990年代終盤までに整理され、それを引き継いだ多くの独立系の短距離路線の鉄道が改めて設立された。こうした路線の合理化は、ハリファクス・シカゴやトロント、バンクーバー、プリンスルパートといった東西を結ぶ貨物輸送を CN の中核事業たらしめた。 DWP の路線を使用したウィニペグシカゴ間の列車の運行も始めた。カナダ国内での撤退に加え、アメリカ国内で南北方向への路線延長を会社の方針とした。アメリカ国内の鉄道会社の再編が進行中であった1998年、CN はイリノイセントラル鉄道を買収した。IC はバンクーバーとノバスコシアを結ぶ CN の路線を シカゴからニューオーリンズへの路線と接続するものであった。この一つの鉄道会社を買収したことが CN の企業としての目をカナダ国内を東西を結ぶということだけでなく北米自由協定に基づいて南北を結ぶということに向けさせた。CN はカナダ国内の資源をアメリカの中心地域、そしてカンザスシティサザン鉄道を通じて メキシコに輸出する企業へと変貌を遂げた。1999年、CN とアメリカ第二の鉄道会社である BNSF 鉄道は合併の協議に入っていると発表した。その際、新会社として北アメリカ鉄道を設立し、CN 民営化法に基づき本社をモントリオールに置くこととした。 CN の社長ポール・ペリエと BNSF の社長、ロバート・クレブスによる、この発表に、競合する一級鉄道である、ユニオン・パシフィック鉄道や CPR が抗議した。利用者たちは1998年にアップが、サザン・パシフィック鉄道を買収した際に、テキサス州南東部において、サービス低下と混乱を招いた経験から、これに反対した。 これらの圧力により、連邦陸上運輸委員会は、すべての鉄道には合併までには15ヶ月の猶予を課すこととし、とりわけ CN と BNSF の合併を阻止しようとした。その結果、この合併は撤回された。STB による猶予期間終了後、2001年に CN はウィスコンシンセントラル社を買収した。これによって CN は、 ミシガンことスペリオル湖周辺の鉄道網を入手でき、シカゴとカナダ西部の間をより便利にすることができた。WC はカナダ国内にもスーセントマリアアッパー半島に接続するアルゴマセントラル鉄道という子会社を持っていたので、これもこの買収に含まれた。WC の買収は CN をユースのオーナーをも意味した。ユースは WC 主導で設立された。 合弁会社で、イギリス最大の貨物鉄道会社であった。2003年5月13日、ブリティッシュコロンビア州政府は、国営企業である BC レールの車両と設備を、オークション方式で売却すると発表した。州政府は、いわゆる地上設備、つまり、路線と線路敷設権を保有する。11月25日、CPR やアメリカの企業を退け、 CN が10億カナダドルで落札した。譲渡は翌2004年6月15日に終了した。CPR を含む多くの反対者は、州政府と CN を不正取引があったとして告訴したが、政府によって否定された。政府が BCR 沿いの街に景気刺激策として施したのだ、という議論もされた。政府は、この政策は、 沿線の経済開発を進めるためだと主張したが、地方自治体がリース料を得るための売却だと見るものもあった。この数年前、この路線の旅客輸送は損失の拡大に伴って、BCR によって廃止されていた。廃止された旅客輸送は、ロッキー・マウンテーニアが取って変わったが、運賃は BCR 時代の2倍以上となった。 CN はまた2003年10月に、ブラックストーングループから3億8000万ドルで、グレート、レイクトランスポーテーションを買収すると合意したことを発表した。GLT は、ベッセマーレイク、エリー鉄道、ダルースミセーベアイアンレンジ鉄道、ピッツバーグ混入とドック社の親会社であった。CN が買収に踏み切った最大の理由は、w C を買収して以来、 シカゴウィニペグ間の路線について、ミネソタ州ダルース付近にあるわずか 17km の峡谷を抜けるためにドマーの起動使用権を利用する必要があったためであった。CN としてはこの区間を買収したかったのだが、GLT から企業全体を買収するよう要求されたのである。また、GLT の資産には、諸種の港湾施設に加えて、石田宮、 鉄鉱石などの大量輸送に適した5台庫を航行する8台の船舶も含まれていた。STB はこの取引を認可し、2004年5月10日、CN は GLT を買収した。エドモントンのビジーストジャンクションでの CN 列車、2006年2つの国で事業を運営することから、法的にはアメリカ国内の CN は、 グランドトランクコーポレーション参加となっている。1998年に IC を買収してから CN はスケジュール通りに運行される貨物鉄道を標榜し始めた。これにより荷主との関係が強化され、また機関車や貨車の余剰を減らすことができた。CN は引き続き現存する鉄道網の合理化を進め、複線区間の撤去したり、 一方で対比用の側線を増設したりした。CN はまた、操車場での機関車無線操縦化の先頭を走った。操車場で働く、作業員を減らすことができ、労働災害を減らすこともできるのである。CN は、近年の北米の鉄道事業者の間では、CN が最も生産性が向上し、営業費比率が最も低くなってきており、 会社として、ますます利益体質になってきているということを、懸念している。1999年12月、ケベック州サンロムアルドにあるウルトラマーの、石油生成所とモントリオールの石油備蓄基地を結ぶ、ユニットトレインである、ウルトラトレインが脱線し、貨車同士が衝突、爆発事故を起こした。乗務員が亡くなった。現場は、モントリオールの南、サントマドレーヌ。 サンチレール間である。脱線の原因は分岐器のフログが痛み破損したためである。多くの乗務員によれば、この区間は欠陥がある部分として知られており、再三の報告にもかかわらず、会社は効果的な修理を拒否していた。亡くなった乗務員を記念し、この路線に設置された新しい二つの駅は、彼らの名前を取り、デイビスとテリオと名付けられた。 2003年5月14日、ブリティッシュコロンビア州のマクブリッジ近郊で、貨物列車の重量のためトレッスル橋が崩壊し、乗務員2名が亡くなった。両名は、この鉄橋を渡ることが安全でないとして、別の列車の乗務を拒否して、懲戒処分を受けたことがあった。1999年からの一連の調査で、いくつかの橋は一部が腐食していながらも会社からは、 修復の指示がなされていないと報告された。亡くなった、両運転士への懲戒処分は、死後ではあったが撤回された。短期間に終わった、CN ノースアメリカロゴ。1993年から1995年にのみ、使用され、後に CN ロゴとなり、現在に至る。CN が2003年、略称を、カナディアンナショナルではなく、CN とだけしたことで、 カナダ政府の一部で論争が再燃した。アメリカ国内では、イラク戦争に参加しなかった、カナダの印象が悪く、カナダを連想させない、CN にしたのではないか、というものである。CN はもはやカナダの企業ではなく、アメリカの株主のものなのか、という議論が巻き起こり、カナダの運輸大臣は、CN の取った処置を、不愉快だと述べた。この論争は、 ほとんどの大企業は略称で呼ばれているという事実を認識することにより収束した。にもかかわらず、相変わらず法的にはカナディアンナショナル鉄道と呼ばれている。2004年3月、カナダで最も大きな労働組合であり、CN にも組合員のいるカナダ自動車労働組合は、組合と経営側に目の深い分断があると表明した。 2005年8月、アルバータ州のアバマイコの住民は、CN の貨物列車脱線による油流出事故に対する不満から CN の路線を封鎖した。8月5日、給料の貨車がスコーミッシュ付近の近ス川の鉄橋で脱線して川に落下した。ほとんどは材木が積みに出会ったものの、水酸化ナトリウムを積んだ貨車が1両あり、4万1000リットルが、 川に流出した。数千リットルの軽油も流出した。カナダ放送協会は、この汚染からの回復に50年を必要とするだろうと、述べた。ブリティッシュコロンビア州政府は、周辺の井戸の使用の禁止を命じ、CN は飲料水をトラック輸送して対応した。リカマス川は、釣り産業で賑わっていたが、その先行きも、不透明となった。州政府は、 CN の対応が悪いと非難し、終始上最悪の化学汚染だと非難した。カナダ運輸省は、多くの、両数の脱線事故に鑑みて、CN の列車は、最大80両とする規制を言い渡した。伝えられるところによれば、CN は150両もの貨車を連結し、山岳路線を走行していたとのことである。2006年6月30日、 リロートの北20マイルのモランで別の脱線事故が起き、さらなる CN の安全施策への疑問が生じた。8月にはリットンの近くで火を分かたず2件の脱線事故が起きた。一つは CPR の20両の石炭車が CN の路線を走っている際に起き、12両がトンプソン川に転落した。 もう一つは穀物を積んだ12両の貨車が転覆し、CN の他の列車に積み荷をぶちまけた。2007年8月4日には、列車の衝突事故が起きた。ブリティッシュコロンビア州プリンス・ジョージ近くのフレーザー川の土手で、ガソリンや経由、木材を積んだ数量が爆発、炎上した。空中からの消火活動が行われた。積み荷の油の一部は、 フレーザー川に流出した。2007年12月4日、アルバータ州、ストラスコナ郡エドモントンで列車が脱線した。28両が脱線したが、幸いにもほとんどが空車か、木材やパイプなどの危険ではないものを搭載していた。2021年3月、アメリカのカンザスシティサザン鉄道を買収することを発表。 これに対し、同じカナダのカナダ太平洋鉄道も対抗して、買収提案を行ったが、同年8月12日、カンザスシティサザンの取締役会は、カナディアンナショナル鉄道の提案を推奨した。CNR 設立時、継承した旅客列車は、無数にあったが、次第に、それらは、整理されていった。1920年12月3日、CNR は、 コンチネンタルリミテッドの運転を開始。これは以前の鉄道事業者の数で言えば4つの鉄道にまたがる列車であった。1920年代は旅客輸送が増加した時代で CNR は新たな列車を設定し、また前述のようなラジオ放送などのサービスも展開していった。旅客輸送の増大は1929年から1939年まで 続いた、世界恐慌で一旦途切れるが、第二次世界大戦中から、再び増加に転じた。戦争終結時には、車両が、老朽化し、また疲弊していた。それを象徴する事故が、1947年9月1日に、マニトバ州のトゥガルドで起きた事故と、1950年11月21日に、ブリティッシュコロンビア州のカヌー川で起きた事故である。 前者は老朽化した木造車の列車と、新しい構成者の列車が衝突し、主に木造車が破壊され、31名が死亡する、事故であり、後者は朝鮮戦争出兵ために、大韓民国へ行く、予定の軍隊を乗せた列車が、旅客列車と衝突し、21名が死亡する、事故であった。これらの事故を鑑みて、 1953年、CNR は359両の軽量客車を発注し、幹線に投入した。1955年4月24日、CPR が大陸横断列車ザ・カナディアンを発表したのと同日、CNR は同じく大陸横断列車のスーパーコンチネンタルを発表した。この列車には、新しい流線系の車両が充当された。 しかしながら、スーパーコンチネンタルはザ・カナディアンほど魅力的ではないとされた。なぜならば、車両の天井に窓のあるドームが突き出したドームカーが連結されていなかったからである。CN は1960年代にミルウォーキー鉄道からスーパードームを譲り受け、夏季の旅行シーズンに運転された。カナダにおける旅客輸送は、 第二次世界大戦から1960年までの間に大幅に減少した。その理由は自動車と航空機の普及である。1960年代、NR のライバルである民営の CPR は旅客輸送そのものを著しく削減した。しかし、CN は国有企業であるため旅客輸送サービスを継続し、新たな運賃制度を考案し、旅客を増加させた。 1968年、CN は新たな高速列車 UAC ターボトレインの運行を開始した。ガスタービンエンジンで発電した電力で走る列車でトロントとモントリオールの間を4時間で結んだ。しかし、燃費の悪さと信頼性のなさで成功したとは言いづらいものであった。ターボトレインに使われた車両は1982年までに 使用を停止され、ニュージャージー州のナポラノアイアンメタルにて解体された。1976年、CN は旅客輸送部門を切り離して、ビア CN を設立した。ビア CN は CP レールと旅客輸送部門で協調し、後にカナダ国内の都市間輸送列車を運転する会社として、別途国有化され、ビア鉄道となった。ビア鉄道は、 1978年4月1日より CN の旅客部門を受け継いだ。一方で CN はモントリオールでの通勤列車の運転に出資し続け、1982年、モントリオールコミュニティトランジットコミッションが資金面を引き継ぎ、CN は子会社モントレインを設立して、モントリオールのデュモンテーニュモンサンチュラアルカンの通勤列車の運行に当たっている。 2001年には、アルゴマ、セントラル鉄道を買収し、CN は、スーセントマリーとハースト間での旅客輸送を開始した。また、スーセントマリーから、アガワ渓谷まで行くツアーも始めた。このツアーで使用される列車は、最大28両の客車と2両の食堂車を連結する。これらの車両は1953年から1954年にかけて、 カナディアンカーファウンドリーで製造されたものであり、ビア鉄道に継承され、さらに1990年代に入ってから AC が購入していたものである。スノートレインツアーが秋から冬にかけて開催される。2004年には CN は BC レールを買収し、シートンポーテージリルへと間でレールバスによる旅客輸送を開始した。 CNR はまず1927年に、車軸配置4から8から4のコンフェデレーション型蒸気、機関車を配備した。20年以上にわたり、200両以上が、旅客列車や貨物列車に使用された。また、4から8から2のマウンテン型が、特に旅客列車に使用された。流線型の6060 60番が、CN で使用された最後の蒸気機関車となった。 1970年代まで団体旅行等に使用された。また、2から8から2のミカド型も使用されていた。CN はカナディアン・オーザン鉄道から数量の電気機関車を継承した。これはモントリオールのマウント・ロイヤルトンネル用に1914年から1918年の間にニューヨーク州スケネクタディのゼネラルエレクトリックで製造されたものである。 電化設備は直流2 4 0 0トであった。1943年に新たにモントリオール中央駅を開設する際、この駅でを煙のない駅としたため、性能的に近い機関車が港湾局から補充された。これらの機関車は1924年にベイヤー、ピーコックとイングリッシュエレクトリックで製造されたものである。1950年、GE 製の 運転室が、車体中央にある機関車が3両追加された。1952年、モントリオールのカナディアンカーファウンドリー製の電車が配置された。電化されていたのは、モントリオール周辺に限られ、モントリオール中央駅からモサン・ランベール、ターコット、サン・テュース・タッシュまでであった。その上、蒸気機関車が、ディーゼル機関車へと置き換えられたため、電区間以外から、 モントリオール中央駅へ乗り入れる際にいちいち電気機関車へと交換する必要はなくなり、西からの路線と南からの路線の河川は取り外された。電化設備が残された区間では、電気式ディーゼル機関車が牽引してきたビア鉄道の列車をディーゼル機関車ごと電気機関車で牽引していた。電気機関車は1995年6月6日限りで、 廃止となった。最後に列車を引いたのは、1918年に、マウントロイヤルトンネル貫通式で列車を引いたのと、同じ機関車であった。同1995年、エージェンスメトロポリタンでトランスポートが運行する、電車である、コミュータートレインが、交流2万5000ボルト電化で開業した。車種1929年、CNR は、 ウェスティングハウスエレクトリック製の電気式ディーゼル機関車の使用を開始した。これは北アメリカ発の幹線でのディーゼル機関車運転であり、基盤は9000と9001が不板された。鉄道のディーゼル化の可能性を証明はしたが、信頼性では満足のいくものではなかった。また、世界恐慌がディーゼル機関車発展の妨げとなった。 9000は1939年まで、9001は1947年まで使用された。CNR が改めてディーゼル化を開始したのは、第二次世界大戦後であり、1960年までに完了した。この世代のディーゼル機関車は、ゼネラルモーターズディーゼルとアルコ及びその子会社の、モントリオールロコモティブアークスが製造したものである。 ニューファンドランドの狂気路線向けとしては、GMD の NF110、NF210 を導入した。道路線の視線用としては、GMM 度の G8 を導入した。国有時代塗装の6789号機、CNR の旅客用としては、GMM 度の FP9。 カナディアンロコモティブカンパニーの CPA16 から5、アルコのフッパー2、同 FPB 2、同フッパー4、同 FPB 4を導入した。これらの機関車はもっぱら旅客列車に使用された。また、バッドの機動車を60両導入したほか、客家両用の機関車も導入した。1978年にビアレールは CN から、 旅客事業を引き継いだとき、旅客用の大半を継承した。CN は2007年現在1548両の機関車を所有している。そのほとんどは GMM 度、またはそれを引き継いだ M 度製か GE トランスポーテーションシステム製である。現代の主流は M 度の SD70i と SD75i、そして GE の C44 から 9W である。 近年、新型である M 度の SD75M- に GE の ES44DC が発注されている。一方で、製造から30年以上経過したような古い機関車が今でも稼働している。近年、重量列車建引用機関車では交流モーターを採用するものが多いが、CN はカくなナに直流モーターの使用の機関車を導入している。 外観及び特有の装備 CN の機関車は外観においてユニークである。M 度や GE のメーカー仕様のスタイルと違い、全部のボンネットの幅が広く、前面窓は4枚、運転台は北米の標準的な安全タイプ。ES44DC は視界を拡大するために C44 から9ワットのように累的系の前面窓を持っている。 ブリティッシュコロンビア州での脱線事故の後、CN はアンチクライマー下部にライトを増設した。これらのライトは内向きに配置されており、踏切やカーブでの必死認性を向上させている。また、クラスライツを装備しており、ES44DC では、前頭ボンネットの左上と右上に配置し、機関車が交代するときに点灯している。 多くの鉄道が機関車の運転に必要な機器を操作盤の上にまとめたデスクトップコントローラーを注文したのに対し CN は保守的な形態を採用した。すなわち運転手の横にコントローラーを置き水平方向に突き出すようにして運転する。この方式は運転操作を容易にし操作盤の上に何もないことから運転手は足を投げ出しても運転できる。 とも言われた。GMM 度の SD50 回、SD60 回、GE の C40 から 8M は、車両限界いっぱいの幅の広い車体を採用し、後部に向けてテーパー状になっており、後方の視界を広く取ることができた。この形態は、ドラッパーテーパーと呼ばれている。ありがとうございます。